順次ご発言願います。福岡隆丸君です 自由民主党の福岡高丸と申しますあの私にとりまして、令和になって初めての,あの質問になります。この令和の時代、あの日本にとりましては、人口が減っていく、あのそういう時代になることはま間違いありません。そういう中で、外国人材とどう向き合い、共生していくか、そういった意味で、この技能実習制度、極めて大きなあの問題だというふうに思いますので、そういう観点から質問をさせていただきたいというふうに思います。でこの,あのプロジェクトチームの報告書、拝見させていただきました。であの失踪事案に関する調査では、 一部の実習実施機関については、あの協力を拒否するなどして、不正の有無の解明に至らなかった、そういうケースがあるというふうに承っておりますが、こういう実習実施機関に対して、今後、どのように対応していくのか、まず伺います佐々木長官。今回の失踪事案調査の対象実習実施機関で、技能実習生が在籍中の機関に対しましては、 外国人技能実習機構、または地方出入国在留管理局において、本年度末までに技能実習法ないし入管法に基づく実地検査等を行うこととしています。その実地検査等にあたりましては、必要に応じて、その拒否等に対し罰則のある強力な調査を実施する方針としていますが、特に今回の調査におきまして、調査拒否をした実習実施機関に対して、速やかに実地検査等を実施してまいります。 また今後、調査拒否などにより調査ができなかった期間から、技能実習計画の認定申請や、特定技能の在留資格にかかる申請がなされた場合には、今回の調査への対応姿勢を踏まえた慎重な審査を行う予定です。福岡高丸君はいあの 正直にその答えを行ったところと、まそれを拒否したところということでいうと、ま拒否したところが得をするようなことがあったら決定していけないわけですから、あそういった観点からま厳密にチェックしていただきたいと思いますし、またあのその申請を受け付けないような対応も考えているということでありますが、まそういうあの法人でチェックするというふうに受けたまっています。で例えばあの代表者が一緒であったりですね、住所が一緒であったり、明らかに同じようなあところの形態であるというようなところについては、あそこもしっかりあの まあ検討の中に入れていただくこともぜひお願いをしたいというふうにお,あのお願いをいたします。え続きましてあの、失踪者の推移を見ますと、技能実習法実施行後の平成30年の失踪者数が平成29年より増加しております。でこの点をあのの点法務省とししててどのように評価いいるのか伺います佐々木長官 お話のとおり、30年の失踪者数は昨年より増加していますが、平成29年末時点での技能実習生の在留者数そのものが、平成28年末に比べて約5万4000人増加していることが一因であると考えられます。その前提で、新制度下で技能実習を開始したものの失踪割合というのは、旧制度下の失踪実習を開始したものに比べて低い傾向が見られます。 数字をご紹介申し上げます。平成29年に新規入国した技能実習法の適用を受けない、旧制度の技能実習生のうち、同年中に入国した、その同年中に失踪したものの割合は約0.9%でした。これに対しまして、平成30年の同じ数値は約0.5%であり、新制度の割合の方が低くなっています。 またもう一つの比較でございますけれども、平成30年の2月から3月までの時期といいますのは、新制度の新規入国者が相当数いたほか、技能実習法の経過措置によりまして、旧制度の新規入国者も相当多数いたところでした。 この時期の新規入国した旧制度と新制度の技能実習生について、新規入国から1年が経過した平成31年2月末時点の失踪をする割合を見ると、旧制度が約3.3%。 度度がが約と新制度の,の割合が低くなります、えー、このように、新制度、一定の成果があると認められますけれども、まあ、なお、の制度奏者が発生しているところでございまして、引き続き適正化に努めてまいりますい君。はいあの今のお話でいうと、率はまあ横ばいなんだけれども、 入ってくる外国人の数が増えてるから、失、ま、踪、あ、者も増えてるんだというような言い方でありましたし、またあの新制度のにおいては、旧制度よりは一定の効果出てるというような話でしたが、まあ、これ、正直言うと胸を張れる数字じゃないですよね。まああの その100人に1人以上があのいなくなっているというのは、これ、ものすごい数字ですし、今後まさにまた外国人材が増えていく中でおいてはです、ね、決してこの効果が出てるというようなことではなくて、今後さらにあの、まあ、ゼロを目指してです、ね、やっていくという姿勢を持ってやっていただければというふうに思います。で続きましてです、ね、昨年12月 あの私、参議院の重要事項調査議員団で、立憲民主党の南波将司議員、そしてあの共産党の田村智子議員、そしてあの自民党の宮島義文議員と一緒に、ベトナムタイの方にあに視察に行ってまいりました。 でそこの中で,です、ね、ベトナムの政府高官と話す機会もあったわけですが、そこにおいて、まあ、その悪質なブローカーについての話を行いました、でベトナムでもです、ね、実際のところ、少数ではあるが、高額な紹介料を取るあの悪質なブローカーがまあ存在しておりますが、まあ、送り出し機関、受け入れ機関のどちらでもないため、 でまたあの向こうの言い方で言うと、民民の契約で行われているまあお見合い斡旋業みたいなようなものであって、取り締まりがま極めて困難だというようなあの話を承ってきたところであります。で、そういう意味で言うと、これ、送り出し機関だけじゃなくて、ブローカーも含めてどれだけその借金を負ってくるかっていうことって、極めて大きな話でございまして、このような国外ブローカーへの対策、のどのように考えておられるのか、お聞かせいただきたい,います佐々木長官 現状、技能実習計画の認定申請におきまして、技能実習生が送り出し期間に支払った金額のみならず、それ以外の期間に支払った手数料等の金額についても提出させて、不適切な手数料の支払いのみを把握しております。でこの中で、不適切な手数料の支払いが疑われる場合は、外国人技能実習機構において、慎重審査を行うなどの対応を取っているところでございます。 また今回のプロジェクトチームでの検討結果を受け、新たに失踪技能実習生からの聴取票の様式を定め、送り出し機関やその他のものに支払った金額を詳細に聴取することとしておりまして、そのことによって、例えば高額な手数料を取,った時の取られたときの送り出し機関を特定するなど、こうした情報も活用しながら、悪質ブローカーの把握に努めていきたいと考えております。 豪華丸君、はい、あの今おっしゃったところの、この費用の明細書について、まあ、その外国の準備機関が聴取した費用の名目とかっていうところに、まあ、そのブローカーからの借金も書くようなことになってるという話ですが、これあの、問いを見てもです、ね、そこに本当にそのブローカーのそのから負ったその借金を書くっていうふうな解説に、これ、読み方、よほどしっかり読まないと、そういうふうには読み取れない。 ような形になってますから、そういう部分でいうと、あのこの明細書のこの問いの聞き方っていうのもですね、今後検討していただく必要あるんじゃないかというふうに思います。またあのこれあのいろんな国と二国間協定あの二国間の取り決めをやっていただいてますが、これ基本的にはまあ情報の共有を行うということがまあ原則になっているだけでありまして、まあこのベトナムの取り決めではですね、まあ若干その踏み込んでその送り出し機関の認定基準としてブローカーが介入することを許容してはならないというふうには書いてあります。 ただ、これ。 送り出し機関とブローカーのそこの関係がまあはっきりさせるっていうのは、これ、極めて大変なことですから、そういう部分でいうと、これで果たしてどこまで実行あるですねえ取締りができるのかっていうと、私は甚ははだ疑問だというふうに思っています。そういう意味でおいて、例えばですね、特定の,その送り出し機関からの,まあその失踪者が多くて、その調書で、例えばブローカーからの介入が多数疑われる場合等については、必ずしもそのブローカーと送り出し機関の因果関係が はっきりしてなくてもです、ね、そこは極めて怪しいということを前提に、話を進めていただかないと、同じような不幸な思いをする技能実習生の方々が後を絶たないということになるのではないかというふうに思っておりまして、そういった点も含めてです、ね、厳正に取り締まりをしていただきますように、お願いをさせていただきたいというふうに思います。で続いてあの、ちょっと外務省にお聞きしたいと思います。今日あの皆様方に参考資料をお配りをさせていただいています。であの ベトナムにおいてはです、ね、近年、技能実習生の増加もあって、ビザの,この発給数がものすごい急増しています、この,あの右上の棒グラフを見ていただければ、どれぐらいの勢いで今、ビザの,あの発給数が急増しているかというのは、お分かりいただけるかというふうに思います。で例えば、留学の場合はです、ね、まあ、その卒業の証明書の等の,あの提出を求めているということですが、実際、その卒業証明書の偽造がすごく多いと。 いいうようよなことでございまして、まあ、あの例えばあ、ベトナムの大使館であったり領事館であったりというところは、まあ、申請者をです、ね、ランダムにその抽出して、えー、面接を行って、その人が本当にその卒業しただけの日本語能力があるかどうかということをチェックをしていると。 いうようよなあの話を受けましたでそれ、チェックすることによって、全部はあのチェックできなくても、一部を抽出してチェックすることによってです、ねあ、こうやってチェックするんだから、なかなかそういったその、まあ、偽造した卒業証書ではだめなんだということをまあ周知するというような目的でやってるということでありますが、ただ、これだけですね、あのビザの申請数増えてくると、まあ チェックを十分に行うにはです、ね、その現状の,領事,担当業務あの領事業務担当職員だけでは、まあ、十分に対応できない状況もにもあるというふうに承ってますで、そういった部分でいうと、この事実関係と対応策をどう考えているか、お聞かせいただきたいと思います。高橋審議官。 お答えいたしますあの今、委員ご指摘のとおりです、ね、あのベトナム人に対する訪日ビザ発給数、急増しております。あの委員に配布いただいた資料では、ベトナム隊の数字になっておりますけれども、ホーチミン総領時間と合わせますとです、ね、あのベトナム人に対する訪日ビザ発給数は過去6年間で7倍以上に増加、であのビザ発給数も約28万件、これがあの昨年の数字でございます。 であのさらに委員ご指摘のとおりですけれども、あの在留ベトナム人の刑法犯の検挙件数やです、ね、不法残留者が増加したりです、ね、また就労目的で訪日する、いわゆる偽装留学生などの問題が顕在化しておりますので、水際対策としてのビザ審査の強化、これが極めて重要になっております。あのこの資料の下段の方にもあの記述ございますけれども、ベトナム大使館、いろいろなあの努力をしておりまして、 留学生に対する日本語面接、あの今お話しあったとおりでございますが、併せてビザ申請時の高校卒業証明書、これについても証明書だけではなくて、公的認証の提出を求めるなどしてです、ね、まあ、対応の強化を図っているところでございます。あの外務本省といたしましても、これら増加するビザ関連業務に的確に対応できるように、例えば、ベトナム語による訪日ビザ相談の専用電話回線の開設を行っておりますし、 あと、データ入力を大使館、総領事館がする際のです、ね、入力作業の省力化などを導入することによって、まずはビザ業務の合理化を図りたいというふうに考えております。また、適正なビザ審査が行われるよう、査証担当官の増員、それから臨時職員の雇用なども引き続きやっておりましてです、ね、ビザ業務の体制強化に全力を尽くしていきたいというふうに考えております。 今おっしゃったように、水際対策として、えーまあ、そのビザの申請をしっかり行うということは、極めて重要であります、でその中ではの私ども、実際、視察させていただいて、あの一生懸命、合理化のためにあの限られたマンパワーの中で,です、ね、ご努力いただいている姿も拝見してまいりました、まあ、しかしです、ねご、ご覧いただくとおり、こんだけその、まあ、申請数が増えている中で、まあ、その合理化でカバーできる範囲っていうのは、まあ、ある程度限界がある。 というのも、まあ、それままた事実でありますここはあの、まあ、入管の方も今、人員増強と図っていただいてますが、ここはやっぱりその外務省の方もですも、ね、現地の,その人員増強を含めてです、ね、しっかりあの審査できるような体制を作っていく、これがあの求められるのではないかと思いますが、ちょっとその点、いかがですか。高橋審議官 はい、あの確かに合理化だけでは不十分な部分ございます。体制強化についても、あの関係各部局と相談をしながらです、ね、適切に対応してまいりたいというふうに考えます福岡隆丸君。はいえー、よろししくお願いしますで続きまして、あの今まではあの海外のブローカーについてお話ししてましたが、国内のブローカーに関してお伺いをいたします。今回の調査検討 結果報告書においても、不法就労先を圧っする悪質な国内ブローカーの存在が失踪問題の背景の一つであるというふうに指摘をされております。で今回あの、在留カード番号を活用した不法就労等の摘発強化を行うというようなことがまあ示されているわけですが、具体的にどのようなことを行っていくつもりなのか、法務当局に伺いたいと思います。佐々木長官 前提といたしまして、より高い収入を得る目的等による不法就労は失踪の一つの要因で、有意でありまして、不法就労事案に厳正に対処することは、失踪防止に模資するものであると考えております。 そこで出入国在留官庁におきましては、外国人の所属機関や就労状況を把握し、不就労に対処するため、厚生労働省から提供される外国人雇用状況届出情報を活用しています。でこの届出事項に、に新たに在留カード番号をつ 追加し、その情報を厚生労働省と法務省の間で共有することで、厚生労働省が入手するどこにどの外国人が働いているかという情報と、法務省がもともと有するどの外国人がどの会社等で働くことが許可されているのかという情報等を突合いたしまして、不法指導者をより迅速かつ確実に発見することができ、 効率的な摘発につなげることができるものと考えていますでこの施策でございますけれども、昨年末に関係閣僚会議で了承されました総合的対応策の中にも盛り込まれておりまして、現在、本年度中の実現に向けまして、厚生労働省と必要な調整を進めているところでございます。岡高丸君 あの今おっしゃったように、なかなかです、ねまあ、あのお名前とかで管理するにしても、まあ、その国によっては非常にそこはあの、まあ、識別がしづらい。 いいところもあるので、え今回その番号をま活用するっていうのは一つ大きな前進だというふうに思います。ただまそれだけで十分かというと、これまだまだあの第一歩を踏み出したに過ぎないというふうに思いますから、まあ、そういった意味ではですね、しっかりその突合の作業を含めてですね、本当にあの違う形で就労している方がについてはちゃんとチェックできるような形をま強化していただくことを合わせてお願いをさせていただきたいと思います。で最後にあの山下法務大臣にあのお伺いをしたいというふうに思います。で今回は、まあ あのこの調査検討結果、ご覧いただいて、またいろんなことが明るみになったこともあろうかというふうに思います。であの今後、技能実習の在り方についてです、ね、大臣としてどのように考えているのか、また今後、どのように適正化を図っていくのか、そういったことについて、法務大臣の見解を伺いたいと思います。山下法務大臣、うん えーまあ、の技能実習制度につきましては、開発途上国への技術移転、えー、技能移転を通じて国際協力を推進することを目的とする制度でありまして、多くの技能実習生が実習を全うして、本国でその成果を活用し、まあ、送り出し国、政府からも高い評価を受けている制度でございます。 他方で残念ながら一部の受け入れ機関において、労働関係法令違反等の問題が生じているということは、重く受け止めておりますが、この国際貢献の観点からも引き続き適正化に努めつつ、制度の維持、いい発展をさせるべきものと考えております。そしてて技能実習制度の適正化にについては平成29年11月に施行された 技能実習法に基づき、外国人技能実習機構が受け入れ機関に対する計画的な実地検査や技能実習生に対する保護・支援に取り組んでおります。えー おりまた、二国間取り決めによる送り出し機関の適正化にも努めてきたところであります。ただ、まあ、今回です、ね、国会のご指摘をも受け、まああの、こういったプロジェクトチームによる調査、検討を、まあ、網羅的にさせていただいたというのは、まあ、この制度についてです、ね、あの実態をしっかり把握し、適切な対応を図る上えで、非常に有益であったと考えております。 で初動対応の強化であるとか、あるいは聴取票の在り方の見直しということで、様式の改善等、あるいは入管当局における死亡事案の把握の徹底など、あるいは失踪に奇跡性がある実習実施者は、一定期間、新規受け入れを停止するなどの運用の改善策の提案がなされました。 また、そういった提案を、この他にも失踪等の防止に資する制度の適正化の一層の推進等も提案されたところでございますが、こうした提案の中にすでに実施に移しているところもございますけれども、さらに、その省令の改正等の検討も進めた上で,で、引き続きこの制度の運用の改善に向けて、しっかりとこの 着実にこの制度を実施し、技能実習法の趣旨に従った、より一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。 今おっしゃったように、新制度をしっかり運用していただくこと、でそれでまだいろいろ見えてきた問題については、今回もある程度阻止していただいていますが、絶えずいろいろな問題の改善に努めていただくことがあの必要だというふうに思っております。そして、この技能実習制度が受け入れる側、そして来ていただく外国人にとって、双方にとってです、ね、いい制度となっていきますように、記念させていただいて、質問を終わらせていただきます。 この際委員の移動についてご報告いたします本日岡田直樹君が委員を辞任されその補欠として小野田君君が選任されました